今回は身近にいる関わってはいけないパパママという話をします。子供を塾に通わせるといろんな人に会います。そして中には我が子の教育勉強にマイナスの影響を与えるような人がいるんです。怖いのはそんなマイナスの影響を周囲に与えるパパママは一見するととても親切だったり頼りがいのある人に見えることです。でもそんな人と一緒にいる時間が長くなるとこちらの神経がすり減らされます。そうならないように今回は大手中心に6社の塾に25年以上勤めてきて3000組以上の親子を見てきた私が関わってはいけない距離を置いた方がいいパパママ4パターンを紹介します。関わってはいけないパパママパターンその1は誰かの信者化しているパパママです。信者化しているというのは今回は特定の宗教のことを言っているのではなくて著名な教育評論家とか名物先生の考えに浸水してその人の考えがいかに優れているか求めていないのに勝手にこちらにプレゼンしてくる人です。そんなパパママが近くにいてその人が崇拝している人の考えを日常的にプレゼンされ続けるとよほど他人に流されない真の強さがないと自分も我が子も影響されていきます。私は絶対に間違いのないどんな人にも当てはまる絶対的に正しい教育とか勉強法ってないと思ってるんですよね。よく私は頑張らない楽しむとか偏差値を追い求めると不幸になるとか暗記をするよりも理解するというようなことを主張しています。でも時には頑張った方がいい局面もあるし高い偏差値を取れる方が取れないよりもいいしつべこべ考えずに暗記した方がいい内容もあるわけです。でも限られた時間で大勢の人に考えを発信するときはこれは良くないこうするのがいいってはっきり断言しないと聞き手の頭の中に残りづらいんですよね。だから例外や補足があってもそれは省いて歯切れのいいことを言うんです。それを分かった上でまあ西村先生も YouTube だからこういうことを言ってるけどその考えをそのまま鵜呑みにして我が子に試してもうまくいかないだろうなだなんて半信半疑でいやむしろエンタメとして楽しんでもらえたらと思ってます。でも特定の誰かの考えを絶対的だと信じ込んでいる人は自分でその人の考えを取捨選択することなく信じている人の考えをそのまま周囲に伝えますからね。どんな優れた教育法、勉強法でもある人にはハマっても別の人には逆効果になることすらあるんです。私も朝の方が頭が働くから夜早く寝て朝早く起きて朝食はちゃんと食べた方が仕事がはかどる。スターバックスの CEO ハワード・シュルツは朝4時半、アップルのスティーブ・ジョブズの後継であるティム・クックなんて朝3時台というかもはや深夜に起きているというのを知って朝7時に起きて食事もしてみたらもうその日はずっと眠くて頭がぼーっとするし腹痛もしてくるしで生産性が上がるどころか体調が悪くなって生活のリズムを取り戻すのに数日かかりました。遅寝遅起き朝食抜きが私にとっては向いているようです。求めていないのに自分が崇拝している教育評論家名物講師の考え例えば毎朝音読の時間を10分取れば国語の成績がぐんぐん上がるんだってあの先生の言うことを聞いておけば絶対間違いないからだなんて勝手にプレゼンしてくるパパママからは距離を置いた方が良さそうです。信者化していなくても絶対っていう言葉をよく使うパパママいやパパママだけでなく塾講師も要注意ですね。絶対っていうことなんか世の中に絶対いやほとんどないですからね。何事も決めつけないでいつでも余白を残した思考をしておきたいものですだなんて考えも絶対ではないわけです。関わってはいけないパパママパターンその2は事情通のパパママです。いや事情通はいいでしょう。進学先の学校のこと塾のこと勉強に詳しいパパママなんてむしろお近づきになりたいしって思いますよね。そうですよね。事情通のパパママ付き合い始めはいいんですよ。いろいろ教えてくれてありがたいし頼りになりますからね。でも事情通のパパママってプロの専門家ではない素人なんです。事情通の事情の中には噂に過ぎないことや聞いた人の主観が入った情報いわばネットのフェイクニュースみたいなレベルの情報も含まれています。新聞記者などのいわゆるプロとして情報を扱っている人は事情に詳しい人から聞いたことを別の識者に話を聞いたり直接現地に行ったり資料を探したりして裏を取って情報の正確性を保証するものを確保するんですよね。また私のような受験指導者塾講師は持っている情報をどういうタイミングでどう伝えるのが伝える相手のためになるのかをこれまでいろんな機会で失敗して反省しながらまたうまく情報を伝えている他の講師の成功例を共有検証しながら発信しています。例
例えばある学校が大幅改装工事に入って1年以上校庭が使えなくなるだなんてニュースが入って、来週のその学校の受験倍率が下がりそうだ、そういえば実際に過去に似た例があって、その時の学校は昨年に対して何ポイント倍率が下がったというような情報を受験学年の保護者会と非受験学年の保護者会では表現や具体度を調整して伝えます。でも素人の事情通は違います。噂レベルの情報をもとに求めてないのにアドバイスしてきます。中学受験するなら塾に通うだけじゃなくて家庭教師もつけないと上位は目指せないし、家庭教師も誰でもいいってわけじゃなくて実績のある先生じゃないとダメだから、よかったら紹介してあげるから今週都合どうだなんて言ってくるわけですね。知ってることを親切心から伝えているようで、実は自分はこれだけ知ってるんだと自分の承認欲求を満たしたいんですよね。知らない相手に知っている自分という関係に持っていって優越感に浸りたい、今風に言うとマウントを取ろうとしているんです。情報というのは量だけでなく質、つまり正確性と伝えるタイミング、そして伝え方も大事なんです。ただ量だけの情報はかえってマイナス、ノイズになりかねません。求めていないアドバイスをしてくるパパママからは距離を置きましょう。関わってはいけないパパママパターンその3は、子どもの成績がいいパパママです。実際にいい成績を取っている子どものパパママだったらうちもあやかりたいって思いますよね。いや、多く付き合っているパパママの中にいい成績を取っている子どものパパママがたまたまいるならいいんですよ。しかもそのいい成績を取っている子どものパパママが子どもの成績について一切触れないなら問題なしです。でも言っちゃうんですよね。我が子の成績がいいと嬉しくなってそれを周りに言いたくなっちゃうんですよね。我が子の成績の良さを伝えて周りの人を嬉しくさせるどころか逆に不快にさせるのが分からなくなっちゃうんですよね。9割の人は我が子の成績に不安を抱いていて、他人の子供の成績の良さを心穏やかに受け止める余裕なんてないですからね。ただ逆に子供の成績の良さを自慢されても我が子の勉強がそれなりにうまくいってる時なら微笑ましく聞き流すこともできると思います。でも厄介なのは子供の成績の良さ自慢に加えて勉強のやり方を求めてないのにレクチャーしてくる場合です。その勉強法はあなたのお子さんには今のところマッチしているように思えるかもしれません。でもその勉強法は我が子に合うとは限りません。いや、むしろ合わないことの方が多いでしょう。そんな簡単に多くの子に効果的で汎用性のある勉強法なんてあったら大金払って塾に通わせる人なんていないですからね。何年も何人も教えてきた私でもこれが効果的な勉強法だと断言できるものはありません。私が伝えられるのはあくまでヒントに過ぎないんです。いくら成績のいい子のパパママでも何百人何千人の勉強を見てきたわけじゃないですからね。こういうやり方でやらないから成績が上がらないの、いい？成績を上げるにはね、だなんてレクチャーしてくるパパママからは今すぐ距離を置きましょう。近くにいてほしいのは自分の考えを押し付けてくる人ではなくて、ただこちらの話に耳を傾けてくれる人のはずです。そしてさらに成績のいい子のパパママのもっと深刻な問題もあります。それは子供に劣等感を与えかねないことです。親が成績のいい子のパパママ、そしてその子に対して羨むような姿を見せる、いや見せなくても羨む気持ちがあると子供はそんな親の心理を察知するものです。私は30年以上経った今でも心に残ってるんですけど、親が当時小学生だった私と同学年の子のことを、あの子は栄光ゼミナールで一番上のクラスで勉強もできる上に運動もできて胸板もバーンと厚くてかっこいいよねって言ったんですよね。私は勉強ができなさすぎたし運動も苦手、体型はガリガリに痩せて、でもどうにもできずにいたんですね。ただ同時に自分の中には小さな自信、いやまだ自信と言えないような不確かな自信めいたものはあったんですよね。めったに評価されることはないんだけど、ユニークな発想力とか物語を書くこととか今までに読んできた本の数とか、あくまで自分視点ですが、これは大事にしたいことだなって思ってたことはあったんです。でも親にあの子は勉強も運動もできてって言われて、自分が自信あることよりも世間一般というか学校で評価される勉強とか運動とか体型の容姿の良さを親が評価しているように思えて悲しくなったんですよね。その後自己肯定感が回復するまで20年以上かかりました。
子供の頃の勉強の成績って大人の世界の収入とか社会的地位くらい、それが唯一の人間の価値を測る物差しであるかのように錯覚しやすいものです。いや、そもそも物差しなんて幻想だし、価値なんて測れるものじゃないと思うんですよね。もし物差しを持つなら偏差値なんかではなくて勉強を楽しんでいる地がいいですかね。勉強を楽しめる子は将来どんな進路に進んでも人生楽しめそうです。子供の成績がいいという事実をもとに上から目線でレクチャーしてくるパパマには要注意です。関わってはいけないパパママ、パターンその4は自分を慕ってくれるパパママです。自分を慕ってくれるパパママは自分の理解者、味方じゃないって思いますよね。自分を慕ってくれるパパママは自分の味方、大切にしたいし、できることは何でもしてあげたいって思いますよね。だからこそ自分を慕ってくるパパママとは距離を置いた方がいいんです。なぜか、自分を慕ってくるパパママにはいろいろ尽くしてあげますよね。するとどうなるか、いろいろやってあげてることがやってもらう側からすると次第に普通になっていくんです。そうなると慕うが依存にブラック進化するんです。自分を慕ってくるパパママはだんだんあなたなしには日常を平穏に過ごせなくなっていきます。逐一我が子の成績の愚痴、進路の悩み、受験の心配を解消させてくれる存在として頼ってきます。そのうちそんな自分を頼ってくるパパママに対して日々いろいろ話を聞いてあげて、調べてあげて、伝えてあげることがしんどくなってくるんですよね。でこちらが疲弊してサポートしてあげるのを少し控えようとすると、自分のことを慕ってくれていたパパママはこちらが距離を置こうとしていることを察知するんです。するとそれまでの慕う気持ちが反転して、慕っていた気持ち分に反比例するように切り捨てられた、裏切られたという気持ちになって妬みに変わるんですよね。そうなるとそのパパママは陰でこちらの悪口を言ったり、それくらいならまだしも、それまでは良くしてくれていた我が子への対応も邪険になって子供に違和感を抱かせる危険があります。そんな人間関係の悩み相談をこれまで熟成のお母様から打ち明けられたこと数知れずです。親切にしてあげること、他者貢献は大事ですが、何事も過ぎたるは及ばざるがごとし、何かをしてあげるのはほどほどにしてあげましょうという話でした。ということで今回、身近にいる関わってはいけないパパママの4パターンをお伝えしました。信者化しているパパママ、事情通のパパママ、子供の成績がいいパパママ、自分を慕ってくれるパパママには要注意です。受験って子供以上に親の精神も不安定になりがちですからね。子どもの成績は妬みのもとになりかねません。子どもの成績や進路の話題は取り扱い注意です。情報収集や受験指導は通われている塾に任せて、プライベートの友人とは楽しい話題で過ごしたいですよね。ということで今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。今後も続けられる限り精一杯教育に関するヒント、受験に関する情報を時期に合わせた内容を中心に配信していきます。最新の配信を見逃したくない方はぜひチャンネル登録をしていただけたらと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。実際にいい成績を取っている子供のパパママ、パパママ言いづらいな、やり直し。いや、多く付き合っているパパママの中、パパママなんでパパママにしちゃったんだろうな、やり直し。